久保さん、今回ね、野村のぼやきにしましょうか。はい、野村さん、野村監督ね、もう亡くなられましたけど、野村の生き方。はい。それは恥を知る意識。<laughs> 久保さん、今回の久保さんの動画にぴったしじゃないですか。恥を知れと。恥を知れと。<laughs> ね、ブラック企業を選んだのは誰ですかと。自分なんですよね。 逆に言うと、ブラック企業にしか入れない自分。それも自分ですよね <laughs>。じゃあ、あなたが、世界一のプログラミングが書ける、AI を作れる。どうですかね多分、Amazon にも入れるし、Google にも入れるんじゃないですか <laughs> <laughs> 僕がね、目指してるところは野村さんなんですよ。で、僕、ぼやきっていうコンテンツがあるんですけど、僕はのあ野村さんの本をね、まあちょっと今ないですけど、 ぼやきという本が売られてたんですよ。まあ、ぼやきみたいなね。ここだと。<laughs> ここだと。俺はおじいちゃんになったときに、ぼやい,ぼやいて、それを売ると。<laughs> 野村のぼやきという情報商材が売られてるわけですよ。ね。だから僕が目指すところは、吉谷拓郎がぼやく、それを売ると。<laughs> 商品名、ぼやきですね。<laughs> それを売ったると。 で、ぼやいて月収300万。ここを目指してますね。最終局地は。最終局地は、まあよ、まあ、これもパクってもいいですかどね。だから野村さんが出した本をすべてパクると。ね <laughs>。吉谷拓郎の生き方も売るしぼ、ぼやきで稼ぐっていうね。もう、局地ですね。じゃあなんで野村さんの、まあこれね、野村さんの本,本がね、売れるのかっていうと、まあそれだけの実績を残してきただけですよね。 なんで飲む、ぼやきをね、ただのぼやきを聞きたいのか。なんでそのぼやきが有料で売られてんのか。それは野村さんがただやってきただけですよね、結果を。だから僕は最終的に、ま、いろいろな結果。まあ、あの、野村さんほど数は大きくないんですよ。もちろん小さいパイかもしれないですけども、小さいパイの人に、えー、ぼやきを売ると。小さいパイの人に生き方を売ると。そう。 あの何百万人とかね、何千万人には売れないですけども、数百人、数千人に売るぐらいまでえいけるように、例えば、吉谷拓郎のぼやきを、例えばですよ、うん、1万円で売ったとします。で、これ300人売ったらもう300万ですから。うん。じゃあ、その、う3万円でもね、まあ1万円を300人3、3万円を100人でもいいんですけど、 じゃあ、生涯生きてきて、生涯生きてきて、3万円の商品を100人に売れる人間になってるのかなってないのか。もし100人に売れる人間になってるんだったら3万円の商品をね、3万円の商品を生涯かけて100人に売れる人物になってるんだったらもう300万ですよ、ぼやきで。吉谷拓郎のぼやきが聞きたいと。何をぼやいたんだと。こいつは何、ぼやきで何を話したのかと。それすら売るっていう。で、この前僕ね、あの、 この前、まあ、動画じゃなくて、レポートを売ったんですよね。それが、あの、まあ、これ実際売れたんですけど、あの、商品名が、これ30人ぐらい売れたかな。あの、新世界を生き抜く言葉、新,新世界を生き抜く51の言葉っていうね、 これ、レポート形式で、まあ動画じゃないです。レポートですね。PDF。顔出ししてない。レポートです <laughs>。これ、あのー、30人ぐらい売りましたけど、まあ今現状として言葉を売れるってことですね。僕は。ね。30人ぐらいだったら <laughs>。言葉ですよ。どうすか言葉。ね。だからこの数を増やしていく。あとは単価を増やしていくってことですね。まあ、高くても、だからね、一回ね、 J. ェイ・エイブラハムだったかななんかね、セミナーで、この封筒につつ、なんか、J. ェイ・エイブラハムかあ、ジェームス・キナー、ジェームス・キナーだったかなまあ、その、セミナー中に、この封筒にある秘密を書きましたと。で、この秘密、のこの封筒欲しい人と。オークションです、みたいな。で、その、まあ、一言、で、しかもこれ書いてあるのは一言です。 成功する上でめちゃめちゃ重要な一言ですと。封筒に勤めましたと。買いたい人いますかと。オークションですみたいな。それは確かね、15万ぐらいで買った人いるんですよ。え、一言っすよ。一言。<laughs> 一言。<laughs> 封筒に入れて一言ここに入ってる秘密が入ってるみたいなね。15万みたいなね。<laughs> やばないですか。まあ、そこに行きたいですよね。 1>, 1単語15万で売るみたいなね。1言葉15万で売るみたいな。そこまで行きたいですよね。うん。だから僕は最終的に、あの、野村さんみたいな、あぼやきを売るっていうね。う,ん,うん。まあそ、そこを目指してます。うん。だから、あの、YouTube の動画に関しては、まあ、久保さんとのやり取り続くだろうし、まあ、まあ、これはしょうがないんですけど、なんか、自分のフリーコンテンツですね。だから60、60